くけど、ちょっといいピッチャーになったらもう全く手も足も出なくなるからね。辰川さんはもう頭の中で順位表を決めてるんですか？うん、それはもちろん決めてるよ。決めてる、もうさささっと出てくるぐらい決めてる。だからわしらはね、言い方悪いんだけど、やっぱり今回の WBC でも、まあ、日本優勝とね、はい、もう絶対してほしいと思うけど、わしらはまああれじゃない、フランチャイズ制じゃない、極端に言ったら。あんたも横浜出身じゃし、はいはい、ね、あんたはあんまり関東だからあんまりこう意識ない。わしら広島いう町で育って広島で一筋じゃない。お前日本ハム行っとるから、はい、まああれだけど、やっぱり広島を優勝を信じなきゃファンがついてこないのよ。まあそうでしょう、ね、だから田塚さんも広島ごますって1位でしょう言うけど1位にするのよ。だからこれはもう1位なのよ。でまあやっぱり野球が上手いから2位はあのヤクルトよ。ああ2位はヤクルト、うん、先発ピッチャーがいなくてもヤクルト、ちょっと弱くても、ヤクルト野球があのやっぱり上手なよ。いや上手ですね。やっぱりあの今の吉、あの新しい入ったやつ多いじゃないか、東芝が入った吉村、これは使い物になる。使えるでしょうね。ほいで奥川も投げようもや投げれるって出てくるかもわからないし、高橋奎二も悪いながら小川も試合は作る。そうですね。ほい、うん、で勝夫さんはちょっとまああのだいぶ年召されたけど、まあなんとか 4,5 回はピッチング作るし、高梨も4回まではなんとかなるし。じゃあ広島の次はヤクルト。ヤクルトやろうな。3番目はそれは豊か、もちろん DeNA よ。いやいや本当ですか？ DeNA。 おお、 DeNA。 阪神が来ない。阪神はじゃあ、勝ってないの。でも DeNA は守れないって言ってるけど、うん、これはプラスバウアーの期待度ですか？いやそれもあるし、あるけど、あの先発陣が揃うと。ピッチャーがピッチャー勝ってるよ。まあ確かにね、うん、キャッチャーがちょっと弱いけど、あのピッチャーだったらなんとかな。3番目、うん、4番目、4番目はね、どっちしとったかな、阪神かな。阪神、うん、阪神、ね、阪神、阪神でジャイアンツでドラゴンズだ。中日でこれは反対になる可能性もあるんじゃないかないうぐらいのセ・リーグはみんなマイナス材料があるから、うん、もう本当に広島のマイナス材料っていうのはやっぱ森下。森下、うん、じゃあ巨人は？巨人は、ね、あの菅野。あ、菅野、うん、坂本。あ、坂本ね。もうちょっと元気がない。あ、まあ、だからキャンプの時に原監督に聞いたら、やっぱ菅野と坂本がもう一度蘇ってこないと。そうだろ、うちはって言って。わしはお前に聞く前に当たっとるよね。まあそうですね、うん、はい、次は阪神。横浜のマイナス4位がいいなんて。あ、横浜横浜はやっぱり守備みたいなね。守備ね、下手だし、ここ一番になんかってやっぱりな、足が絡められんもんの。まあそうなんですよ、ずっと永遠のテーマなんですよね、うん、やっぱりスーパーカートリオの頃はやっぱりなんか嫌だったよ。いやでもそうじゃなくてもスペシャリストがいれば何人か。そうシュートは使えるんですけど、シュートを取れず取ったらどうかな。いや出さないでしょ。出さんな、絶対出さない。ね、あら早かったな。ホームね、一塁から10秒28だけど、ね、オリンピックはあいつ出れるんじゃないか。いや本当に 100m の選手で速いんじゃない。いやそんなことはないと思う。いやいや、まあじゃあ 200m のがいいな。いやでもカーブが速いから。でもあのグラウンドで走らせたら、うん、そのオリンピック選手よりもいや速い、数段速いと思う。まあな、コーナーの曲がり方とかベースな。飯島さんがちょっとロッテで通用戦勝ったけどな。そうですね、飯島ってね 100m のね、オリンピック選手だった、ね、代表選手だけどね、はい、まあで次は、阪神やっぱりさ、抑えも去年苦労したよね。湯浅が言ってもさ、ね、それはあれだけど、はい、阪神はね、今言ったように打てる時と打てない時がものすごい激しい。だからまあ外国人がノイジーかな、彼がハマったらね、それは一気に優勝まで行くよ。なるほど、そんな感じなんよもうセ・リーグって、うん、あと中日です。だから中日はやっぱり外国人がもう全然本当に厳しい。で、あと二遊間を若い子に任せなきゃいけないいうところが、まあ経験不足っていうことです。厳しいわもう。だからまあ岡林がまあ新人のねあれで結構3割ぐらい打ったんだろ、うん、打ってないか。打ってますよ、最短だか、はい、結局去年セ・リーグで3割以上打ったのが4人か。分かる、出る名前。岡林坂倉。坂倉打ってない。あ、佐野。宮崎。大島。
お前いい加減にせえよ。大島じゃない怒るの村上が。あ、まあ村上村上はもう別格かなと思って別格かもね。でもパリーグに至っては日本ハムの子松本ともう一人吉田2人だけ、はあ、2人だけだからどうしてそうなったのかな今。いやいやもうねピッチャーが早いって言ってましたよ。みんな良くなったピッチャーの精度上がっとんじゃん。だからもうおかわり君にこの前ね、エスコンフィールドで聞いたんですよ。もう、ね、あのルーキーの時とか出始めの頃と今のピッチャーではどうだ早いかって聞いたら伊藤さんめちゃくちゃ早いですと。で昔のピッチャーって早ければ真ん中に来てたんだけど今の子は早くてコースに来るって。だからもう初球から淡白だと思われても行かないと打てないですって。いやでみんなこれ持ってるし。そうやな、おかわりほどのあのホームランバッターがそう言うんだから、うん、いやそれで自分はいろいろ変えてるかって言ったら、うん、技術的にいや変えてないと。ただやっぱり前にポイントを置いたりとかいろいろするときはあるけども変えられないって言ってましたね。だから守備のいいところが優勝するんだけど、ヤクルトだってやっぱり村上だろ、ショートの長岡、山田、オスナ、やっぱり内野もいいし、外野山崎とか塩見とか丸山とかね、いろいろ入ってたけど、はいはい、よう考えたらヤクルトが一番打つ打つとかなんとか言って言うけど守備のことみんな忘れてる。だから守備がやっぱり大事じゃいことやな、そうなると、ね、意外と。だからまあ去年巨人がちょっと低迷したっていうのは、うん、例年よりも相当エラーの数が増えましたもんね。特に両外国人がもうシングルヒットがツーベースやったもんね、まあ、2人とも。だからまあそこら辺は苦しかったでしょうね。いやそれはそうじゃろう。ただ中日は今年外野が揃ったんですよ。センター岡林、うん、まあ、アキーノっていうのも足早いし、うん、肩がめちゃくちゃ強いんですよ。めちゃくちゃ強い。で大島がレフトでしょ、うん、アキーノ単打。いやだからそこなんですよ。そこあそこが打てば昔ね優勝した時のような外野が揃ったんですよ、うん、だから肩も含めて。今のバンテリンドームがあるだろ、4秒ルールのある知ってる、うん、知らないです。フェンス越えんかったら例えばユタがカーンと打つだろ、1、2、3、4秒までで下落ちんかったら全部取れる。あそうですね。落合氏が監督の時に横浜は3秒ルールだったんです。3秒狭いから。あ狭いからね。なるほどね。だけど要は鈴木貴則とあれで優勝したな、はい、春やっぱり相当上手やったな。まあそうですね。まあ、そういうことやろうな。まあガッツもありましたしね。あるな。やっぱり総攻守位って言うけどやっぱりそうじゃない。やっぱり全部、まあ、全部がやっぱりバランスがいいチームが優勝するということで。セリーグはこの辺で、はい、楽しみでしょ。やっぱり今年も混戦になるでしょ。いやもう大混戦になると思う、うん、ね、うん、だから諦めたところがね終わる終わる、ね、怪我とかね。そう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 、ね、だから交流戦あたりでね、はい、パ・リーグが強い強いって言うけど交流戦の戦い方また今度来た時わかりました。伝授する。わかりました。この放送を見てくださいよ、はい、関係者。じゃあ楽しみにしてます、はい、ありがとうございました。じゃあ今日この辺で、はい、はい、ありがとうございました。